そいつの妄想なんて吹き飛んでしまうさ。シャア先生のアクセスカードにどうやらその日のことが記されているみたいなんだ。ヤオディが自分を青龍に見立てようとした日だよ。カードのデータを陰陽師のタイムマシンにインプットすればなんとかなると思うんだ。とにかくやってみるよ。もう会えないかもしれないけど、あんたのためにとっておきのアイテムを用意しておいた。俺がこれまでゲームの中でやってたモンスターの論だよ。これでワンリンドはなんとかなる。妄想のゴミの前で使えばそいつの妄想なんて吹き飛んでしまうさ。しに来たんだ。いやー、それにしてもいきなりだったな。気がついたらカウンターの下に転がっていたんだ。いやー、体の中いっぱいに酒が入ってるなんて、いくら俺でも。ところで、あんたは何でもないのか。ワンニンドに行くなら気をつけろよ。と言っても、ワンニンだってそう悪かないさ。で、シャオヘイとかはどうしたんだ。さっき2階で大きな音がしてたけど、まあどうしようもないことは俺が心配してもどうにもならんからな。
力がつながりました。いよいよあなたの見立てを受ける時が来たようです。私たちにできること、ここはそれは正しい力を導くこと。すごく遠くに感じる。ラバンを使ってください。この部屋に。私の頭の中を強い流脈が通っておる。真の時代からつながる流脈だ。一刻の猶予もならん。見立てを行い流脈を立ち上げるのだ。急いでくれ。
ラクダの行商がラウチを横取りするんだ。ラクダのコブを切り裂いてみろよ。中から金色の水がドクドク溢れ出してくるから。地面からニョキニョキ生えてきたサボテンが、みるみるどの皇帝も見たこともない美しい女に変わるんだ。トゲをむしると、そこから白い汁が流れ出てきて、そいつがこれまた飲んだこともないラオチュウの味がする。でも金の砂は見つからないんだ。